どうもご視聴ありがとうございます。この動画では 7days to end with you の小ネタを紹介していきます。ゲームに関するネタバレ要素を含みますので、ぜひともゲームクリア後エンディングを見た後にご覧いただきますようお願いいたします。それでは行きましょう。まずご紹介するのがこちらの食事に関する小ネタ。このゲームではキッチンの方をクリックすることで料理を楽しむことができます。でこの料理、左側にレシピが表示されていて、このレシピに沿って物を入れていって料理をすることで、ヒロインの反応を見ることができます。でこのヒロインの反応はレシピ通りちゃんと作れるかどうかで反応が変わってくるので、実質的に言葉を覚える役に立つイベントとなっています。ただこの女性、自分がちゃんと作るたんびに一つ一つきちんと食べてくれているようで、たくさん料理を作ってあげるとある変化が見られます。というふうに何度も食べさせると、顔がちょっとふっくらするんですよね。プルンとなって可愛くなりますね。でこのちょっとふっくらした状態でさらにどんどんもっと食べろもっと食べろとあげてあげると、もう食べられないよという反応を見ることができます。でこれ本当にもう限界かと思うと、実はこれトイレの方にこの女性を連れて行ってあげるとお顔が元の形に戻ります。お顔が元の形に戻ったということで、もう一度料理をあげようとするとちゃんと食べてくれます。つまりおそらくトイレで吐いてきたっていうことですかね。食べるために吐くという、なんとも古代ローマみたいな世界観をしています。でこの料理なんですけど、失敗した料理を作った時もちゃんと食べてくれているようで、どんどん太っていきます。ということで試しに何も入れずに料理をし続けてみても、この女性太ってしまいます。作ってくれたという愛情だけでお腹いっぱいになれる、なんとも素敵な話ですね。でもう一個この料理に関する小ネタで、通常、左側に表示されているようにマテリアルというレシピが表示されるんですが、一定の確率ですかね、ちょっと条件はわからないんですが、左のようにミーンズと書かれたレシピが表示されることがあります。全てを一つずつ入れるという、ちょっと怖いですよね、いきなり出てくると。ただこれを作っても特にイベントがあるわけではなく、普通に喜んでもらえます。このゲーム、全く未知の単語を読み解くかのようになっていますが、実は A から Z までのアルファベットに対応した文字が用意されており、ある規則性に沿って読み解くことで全ての単語を英訳することができます。細かいルールについては割愛させていただきますが、この規則性を使って新聞の中身を読み解くことができます。ということで具体的な訳を見ていくと、1枚目の新聞が長い戦いに終止符が打たれた、炎に焼かれた海は静寂を取り戻した、革命は成功したのだ、多くの人が死んだが圧政と腐敗した政治は滅んだ、新しい時代の幕開けだ、地域や人々がどんどん田舎に移っていく、都市部での加速度的な貧困は山岳地帯ではそれほど高くはない、昨今の深刻な問題は食料問題である、貧困による戦死者の数が最も多い、主人公が戦争に行っていたというところはなんとなくストーリーからわかるのですが、その戦争は一応終止符が打たれていることがわかりますね。続いては真ん中の記事についてです。ボイル教というのはこのゲームのルールに従って文字を英語に直した時の主人公の正式な名前となります。革命軍本部は内部管理体制の再構築を進めている。しかしリーダーのロベルト・ボイル卿が行方不明のままであるため、本部内は混乱しているようである。一方ボイルはどこへ消えたのか、革命が激しい戦争へ発展する中、全王の子供の死はまだ確認されていない、さらなる謎が残されることになる。そして下の方では、確立された内政と停滞する都市部の貧困の拡大は主に戦闘の欠如に起因している、都市部での貧困の拡大、それは戦闘への対策である、革命防衛隊は食料の配給を行う、これは対策である。この新聞に掲載されている中性的な人は、プレイヤーだろうなというのはなんとなく分かっていたんですが、この新聞を読む限り、さらに全王の子供ということも分かります。そして最後の新聞の記事は、
死傷者の数がまだ十分に確認されていない中、終戦から3週間が経過しました。行方不明の生存者の数は増え続けている。行方不明と A 地区の捜索は終了した。現在も瓦礫の撤去と8人の捜索を続けている。確認された戦死者は623人を超えている。現在の行方不明者は461人以上であるという記事となっています。ここら辺の情報から、戦争は無事終わったものの、国はボロボロだし、王子もしくは王女である自分自身が、プレイヤーが消えてしまったため、国が混乱していることが伝わってきます。このゲーム、選択したものをヒロインの女性がちゃんと名前を教えてくれるんですが、こちらのタロットカードですね、タロットカードラブの方はちゃんとラブと教えてくれるんですが、後ろのカード選択するとパニッシュと表示されます。しかし実際に書かれている単語はよく見てみると違う単語が書かれています。じゃあこの文字列一体何を書かれているんだろうと訳してみると、 UNUSED と書かれています。Unused ということで、実使われていないという訳し方となると思います。もしかしたら開発中の単語がそのままになっていたとかですかね。なぜこの女性は Unused をパニッシュと訳したのか、ちょっと気になるところです。その他にも異なる訳が記された場所として、ゲームクリア後、ゲームエンドを見た後のエンドと書かれた文字、これ実は訳すとラストという文字となっています。なぜ異なる単語としているのか気になるところですね。最後にご紹介する小ネタは、こちらの研究室に貼られている謎の紙に関する小ネタです。どうやら文字列でもないような何かが12個並んだ紙となっていますが、ループに失敗して通常エンドにたどり着いてしまうと、もう一ループゲームが始まります。この女性によってもう一度蘇らせられているというところなんでしょうけど、研究室に訪れるとこの記号が一つ増えていることがわかります。つまりこれは研究回数、ループ回数が示されているというところですね。そしてちゃんともうこのループを止めてほしいということを伝えるエンディングを見ると、またこの回数が12回にリセットされています。ストーリー自体が一応ちゃんと終わっていることが示唆されていますね。ということで今回の小ネタは以上となります。他にも隠された小ネタがいくつかあるかもしれませんので、もしこういうのを見つけたよというのがあれば、ぜひともコメントの方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。